皆さんこんにちは。さあ今日はですね、この GoPro Hero 9なんですが、ですね、この GoPro ってこの底面の方にこんな感じにパチンパチンとね、爪があって、これを起き上がらせるとこの GoPro マウントってやつが出てくるんですが、こいつがですね、まあ GoPro だけを使うならいいんですが、現在うちではですね、このミラーレスですとかジンバルとかね、こんなミニ三脚を使っています。でこのミニ三脚とかに乗せるためには、このはいアルカスイスってね、企画でうちは統一してるんですね。まあそれ以外にマンフロットとかいろんなメーカーあるんですが、我が家ではね、このアルカスイスっていう企画で統一しています。なのでこの GoPro とアルカスイスをね、こうやる、うまくこう互換を取るためには、このね、 GoPro の方に三脚のこうアダプターっていうのかな、それを途中でかまさなければなりません。まあいちいちそれをつけてこのスクリューでぐるぐるネジね、止めるのもめんどくさいんで、なんかいい方法はないかなと思ってたんですが、ですね、ウランジっていうメーカーの方からちょっと面白いものが出ていました。これですね、はい、まあ、いわゆる三脚マウントって言われるものなんですが、この部分の爪ですね、この GoPro マウントを取っ払って、この GoPro のね、この底面に三脚用のネジ穴を追加するためのキットですね。まあ、作業自体はとても単純で、この部分のネジですね、4つここにネジがあるんですが、これをね、取っ払って、この三脚にね、交換、三脚用のプレートですね、はい、これにね、交換するだけです。はい、まあ、本当ね、単純な作業なんでパパッとね、やってしまいましょう。ネジはですね、非常に小さいのでなくさないようにね、してください。でこれプラスとかマイナスではなくて、星型のトルクスネジなんで、そこだけね、注意してください。実はもうね、僕これ何回もつけたり外したりしてるんで、ちょっとね、あのネジの数足りないんですけども、はい、とりあえずやっていきましょう。で本体の方にね、こんな感じで工具も全部ねついてるので、初めてね、あのこういった作業をする方も安心です。磁石がねついてるんで、そこだけちょっとめんどくさいんですが、くるくるっと回して、はい、取れました。取るとね、こんな感じになっています。でさっき、紹介したこのウランジの三脚穴を追加するこのプレートですね、これをカチッと合わせて、あとは4つネジ止めするだけです。なんでパパッとやっちゃいましょう。さあネジ止めがね、終わりました。本当は4つつけなきゃダメなんですが、今回めんどくさいんでね、2個だけつけちゃいます。はい、これで、まあ、あとは三脚、ミニ三脚がつけてくるくるっと回せばね、三脚に固定できるんですが、さらにここで合わせ技ですね。こちら、過去にね、うちのチャンネルでもね、紹介したアルカスイズ互換の超薄型プレート、サンウェイフォトの PT26R っていうね、プレートがあるんですが、これは非常に小型で、こういった小さいね、カメラとか GoPro にね、すごくぴったりなんですよね。ちょっとね、固定してみます。固定するとこんな感じ。どうですか？ぴったりでしょ？ちょうどこの横幅とかがね、この GoPro の、この横にぴったりなんですよね。で、もちろんですね、ここ横っていうんですかね、このバッテリーボックスとかにも干渉はしません。はい、これでね、この GoPro アルカスイズ互換のね、機材にね、取り付けれるようになりました。まあ、例えばこういったね、三脚とかにも乗せて、くるくるっと横回せば、ほら、もうすぐここでね、ミニ三脚として使えますし、使わなくなったらもう一回横くるくるっと回して、はい、素早くね、取り外すこともできます。で、さらにこういった大型のね、ミラーレス用の、こう三脚とかにも、こうカチャッとね、乗せて、こんな感じにタイムラプスとか撮影もね、かなりこれで安定しますよね。で、もちろんね、これ底面がね、三脚穴ついてるんで、このようにジンバルにもね、ダイレクトにつけることができます。はい、これもね、いつもうちのチャンネルで使ってる、小型ジンバルの G6 MAX なんですが、今までこういった GoPro とかをね、このジンバルに乗せようとすると、こう、1個高い、GoPro 用のこの三脚変換のね、アダプターつけなきゃならないんですが、今度からこのプレートの上に直接ね、ネジ止めすることができるんで、かなりね、背を低くすることができます。なのでね、バランスが取るのがすごく楽ですし、まあ、あとね、使わなくなったらこうくるくるっと回してね、素早く外すこともできるんで、非常にね、この三脚用のね、ネジ穴追加するだけで、汎用性というのが広がります。もちろんね、僕はこう、私は GoPro しか使わないよって方でしたら、この GoPro 用マウントでもいいんですが、他にね、カメラとかの機材お使いの方ね、いましたら、ぜひね、この、GoPro のね、三脚用ネジ穴追加する、キットを買ってみてください。さらにこのね、サンウェイフォトの超小型のね、この薄型アルカスイズプレートと一緒に使うととてもね、利便性が高いのでおすすめです。ここまで見ていただきありがとうございました。この動画がね、皆様の何かの参考になれれば幸いです。では次回の動画でお会いしましょう。さよなら。